人文社会科学部2年の高橋啓太です。はい、人文社会科学部2年の秋山かなです。この今私たちが組んでる、まあ、2年生の同期バンドなんですけど、そちらのバンドでは今回メインステージに立たせていただくのが初めてだったので、かなり今緊張はしたんですけど、たくさんのお客さんがいる前で歌わせていただけてとても嬉しかったです。今日は身内の人も多いんですけど、それ以外の人もたくさん来てくれたので、すごいやりがいがあって楽しく演奏できました。普段の練習はどのようにしてるんですか？週に一度、水曜日に6時半から部会があるんですが、それ以外にも、まあ、その後にですとか、バンド以外に日程を決めて、それぞれ練習して活動しています。やってる活動なので、まあ、そこに楽器とかが、ね、そういうものがなくても人さえ集まれば、そのやりたい人が集まればすぐにできるっていうのがアカペラの魅力だと思うので、興味ある人とかもどんどん聴いていただけるとありがたいなと思います。まあ、バンドを組んでアカペラ活動をメンバーとやっていくんですけど、その中で生まれる絆とか、このアカペラやってなかったらできないつながりとかすごいたくさんあると思うので、そういうものが欲しい人とかアカペラに興味あるって方はぜひガーデン入っていただけたらなと思います。